沖縄の自然やこの土地の気候風土明らかに違うものになりますね。紫外線が強かったりとか北風がすごく吹くので、それに対応として農作物も強く育ちます。ヤンバルでしか育たない珍しい植物があるんですね。かつて学んだフランス料理をそれを持って落とし込もうとすると非常に無理が出るんです。それに対してどう対処するのか、山の漁師さんとも山に一緒に入ります。農家さんであれば収穫を一緒にさせていただいたり、その人の考えを聞いて今を知ってっていうことですね。それによって料理が生まれてきます。料理を通じて漁師さん、生産者さんの生き様を、そして今の沖縄を味わっていただくが私の役割だと思います。